リキタロトリキですこの世に起こりうる自傷事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げますと。と愛知県は見事なホワイトクリスマスになっております。皆様メリークリスマスいかがお過ごしでしょうか。今回もいつもと変わらず行きたいと思いますけれども。 また離婚の話になっちゃいますけれども離婚を発表されました元フジテレビのアナウンサーの方でしょうか平井さんを占ってみたいいと思います旦那様がパッと見私パッとしか見てないですけど非常にや男なんですよね非常になんかセンス良さそうなテレビのディレクターをやってらっしゃる方でどうやら、まあ、これが一番の原因ではないんでしょうけれども。 タレントの熊田曜子さんと何かこう不倫関係みたいなのがあったと、これも確定ではないでしょうけれども、そんな経緯がありまあ、平井理央さんがまあ離婚されるというに至ったで、今回この平井さんのエネルギー島を見てみたいと思うんですが、早速ホロスコープの方を見ていただきましょう。 いや見事なホロスコープを持ってらっしゃる方なんですねメイに検問名医が当たってらっしゃいます非常に運気世代とても良いエネルギーに満ちたホロスコープを持ってらっしゃいますカツキというサソリのキなんですけれども本命宿がカツキでありさらに神宿が カツキウにそもそも属してますのでダブルサソリなんですねここら辺も非常にちょっと強さを持ってらっしゃる方で「紳縮」っていうのが、まあ、毒外宿に分類されてるんですが心に毒がある毒を一物こう持ってる宿と言われてるんですねで同時にですねこう猫をかぶるんですが平井さんの場合こう猫をかぶることにちょっと疲れてしまうような体質かなという気がしました月曜日生まれの方ちょっとうつろな。 うん、テイストを持っていらっしゃる方だと感じますそしてもう一つですがとてもとても良いホロスコープですもう基本はとても良いホロスコープ持っていらっしゃるんですが波紋が不採に当たっていらっしゃいますそしてさらに今年年回りはその波紋不採に当たっていらっしゃるんですねですがあまりマイナスの感じがしないんですよ おそらく今回の離婚というのはプラスにに転ずる。る、ま、る、あ、生きる糧になななんんじゃないかなとそんな気がします、ね、でこれがまあ一つの、うん、一番の理由にはなってないんですけれども熊田さんがまあ旦那様とこう不倫することで何かこうずれていったみたいなそもそも多分おそらく原因があったと思うんですがおそらく旦那様より平井さんの方が多分強いんじゃないかなっていう気がするんですけれども。 社会的地位はねあのプロデューサーやってらっしゃるんであるんだけれども人としてはおそらく平井さんの方が強いんじゃないかなっていう気はします。ですすが熊田陽子さんんの方なんですねで平井さんと熊田さんね平井さん伸縮と挙縮の熊田さんの関係性なんですが寄生の寄生ですね寄生の関係性になってます。 まあ、お互いに気になる間柄。ただ、制するは平井さんですね。だからこう。熊田曜子さんの不倫問題が上がった時に意外に飄々としてた平井さんの態度というのはまあ、内心は当然怒ってますけど、怒ってらっしゃるでしょうけれどもまあ、なんかうなずける気はしましたね。で、同じ40歳です。同世代というか同級生ですよね？で、私、熊田さんなんですけど。 熊田さん、ん岐阜出身なんですよね。数少ない岐阜県民の有名人。これだからねゆがんだ田舎門根性だと思うけれどもなんかね熊田さんのこと応援したくなっちゃう <laughs> 不謹慎だけどなんかこの日本のど真ん中でもっとブイブイ言わしてやればいいんだみたいなこういういけないなんかこううん県民イズムみたいなさ岐阜県少ないんですよ本当に。 私思い当たるにね橋本真也ぐらいですよ「時は来たそれだけだ」あのあのプロレスラーの橋本晋也、ね、同じ岐阜県民としてどうしても熊田さんなんか憎めないんだな実際もう40歳で子供3人産んでらっしゃってむちゃむちゃナイスバディでしょ間違いなく努力されてますよ自分研ぎ続けてらっしゃいますだけどやっぱり、うん、まあ不倫はやっぱりね公の場ではなかなかちょっと難しいうん 負のイベントになってくるんではないでしょうかよし行こうよしとそれでは参りましょう平井理央さんのエネルギー磁場見てみたいと思います、うん、めい これは旦那の不定かな不実不信ナイトの相当逆位置が来てますねそして5ワンドの6、うん、まあ基本こう誰もが羨むキャリアワークキャリアそして結婚 凱旋みたいなね、そういうエネジーが働いていますが旦那さんの不定に当たりそしてうーんやはり非常に運気盛大な方でこれを機により、まあ、神聖な愛の狂授を得ることができるカップのエースが出てますね。 名名そして逆えシャドウで入れますめまた騒動きましたねページの騒動の逆予期せぬことんなんとなくまあ真実を見ずして今まで生きてらっしゃったかなってなんとなく分かりつつも旦那さんの不実をなんか見て見ぬふりでまあいらっしゃったみたいそんなん気にしてないよみたいな。 私そんな全然答えてないわみたいなそんな感じかもしれませんよねそして5うーん女帝の逆位置が来ました非常にまあ大衆的な方もともとアナウンサーやってらっしゃったんで非常に多くの人にこう寄り添うようなフレーバーを感じさせる方でありもしくは何かこう 小ここ作りにねちょっとこう苦労された奮闘されたっていうことでちょっとそこら辺があるのかもしれないね女帝が逆位置できておりますそしてタイワンドの3ですけれども今までの人生の流れは一旦中断しかし高みからうんこの現状を見下ろしていらっしゃいます最後いきましょう ドンあーいいね来たね3太陽やはりいい運気持ってらっしゃる方です今回のこの事件負のイベントは平井さんの力となりねそしてさらなるこう前進そういうベクトルを、えー、築き上げるんではないでしょうかこんなん出ましたいかがでしょうか ただやっぱ天井とまあ地,地獄の位置にやはりソードの逆が2つ来てますよねなんとなくこうテクニカルな、うん、やっぱハイソな人たちでやっぱり、まあ、頭もいい方だと思うんで非常になんかこうちょっとなんかこうみた夫婦間だったのかもしれませんよね。なんかこう込みたこうちょっと上の方で高みの方でなんかずれたかなっていう感じがあるのかもしれませんよね。 全体的には非常に美しいですよねいいよし行こうさなうえやぶれはかむししするはおろかし隠語もやしようとしようは気圧しきおこしそし 花うなしにがむしわがた。 子どもの頃だったらねこんなに雪が降ると大喜びなんだけれども大人になるとねため息しか出ないですね朝起きてカーテン開けてああ、電車電車どうなっちゃうんだろうってね何かこうね積もった雪に純粋に喜べるような子供心童心を取り戻したいなっていう気持ちになりました,た幸い今日電車止まんなくてよかったですちょっと遅れてましたけどね どううでしょうね全国的に降ってんのかなまあ愛知はすごい降りましたよんまあいいんじゃないですかだけどね今夜はまあホワイトクリスマスでもうロマンティックな夜が待っていることでしょう今回もご視聴あちょっと待っていいねコメントチャンネル登録いつもありがとうございます大変励みにのなっております今回もご視聴ありがとうございましたリッキータロットリッキーでしたそれではまたバイバイ メリークリスマス良いクリスマスを